ただそのおかげで1ヶ月で4キロ1ヶ月で4キロ計2ヶ月で8キロ太っちゃったんですよね。やっぱ動くご飯もおいしくておいしくてすごく不安が大きいと思うから、言葉もそうやし、好きだよもそうだし、週をね、例えば1日1回してたら2回するとかちゃうの。どうも、海作です。どうも、洋作です。さあ、今日なんですけども、妊娠後期について語ります。いやー、今日はね、ちょっといつもと違くて、大阪にいましてですね、ちょっと大阪の僕の実家からお届けしてるんですけども、前回ね、妊娠初期を語りますっていう動画を上げさせていただいたんですけども、まあ、その時にね、僕も言ってたんですよ。これ需要あるんですかねとか言って、そしたらこれコメント欄見ました?見た?おいおい、海作と。需要とかじゃないんだバカ野郎と、そういうコメントたくさん来て、もう本当に反省しております。私が言った通りだったね。あなたの言った通りです。本当にやっぱり米作すごいなと思って、実際同じようなね環境の方もたくさんいらっしゃったので、もう喜んで今回妊娠後期をやっていこうかなと思うんですけども、もう見事に後期なんですよ。本当に皆さん分かる通りとっても太ってます。そうなんですよ。今ね、13キロやったっけ ?4 キロになりました。14キロ。でもあんま変わらんくない？多分、その初期、妊娠初期の動画を見直すと分かると思うけど、顔が多分ね、2倍ぐらいになってる。マジで二回りぐらい大きくなる。それは、確認してみてください。どれぐらい変わってるか。二回りは言い過ぎやで、ほんで。本当に。でも本人的にはそれぐらいの感覚だと。なるほど。でもやっぱりあると思うね、いろいろ初期と比べて後期ってこういうことが大変だったりとか、やっぱり今日僕が聞きたいのは、男側がどうしたらいいかとかね。確かに安田もこの先ね、お子さん生まれるかもしれんやんか。勉強になるから。めちゃくちゃ勉強になります。そうそう、今日はちょっといろんな話をよろしくお願いします。はい、というわけで本日もどうかお願いします。さあ、じゃあやっていきたいんですけども、まずどうですか、体調の方は大丈夫ですか？お腹がすごい大きくなってきたから、やっぱりすごい、もう動くのがしんどいよね。日によって結構体調が違ったりするんですけど、まあ、妊娠初期に比べて、まあ、初期の時も、まあ、結構お腹ちょこっと出てたよね。今回はもう3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいからもうポコポコみたいな感じで大きくなってきてたから、やっぱり体がもう、はい、妊娠しますねみたいな。体がそんな感じなんだよ。そう、多分準備が早かったんだと思う、体の準備が。なるほどね。まあ5人目ってなってきてますからね、また。はいはい、5回目みたいな。そうかもしれない。体がすごく重く感じるなっていうのは大体何ヶ月目ぐらいからなの？ちょっとしんどいかなって思い始めた。でも今回坐骨神経痛になったの。骨盤が歪んで痛いっていうのは、ちょっと妊娠初期も中期もあったんだけど、骨盤のトコちゃんベルトっていうのをするとすごい良くなるんだけど、トコちゃんベルトっていうのがあるんですよ。そうそう、産む前も産んだ後もつけれる骨盤ベルトなんです。ここにこう巻くんですよ、トコちゃんベルトっつってね。そうそうそう、僕も何回か実は借りたんですよね。そうそうそう、跳び箱企画20段チャレンジの企画で実は腰を思いっきりやってしまってね、あっこから実は1週間ぐらいトコちゃんベルト借りてたんですよ。結構つけてて、そう、でもそれつけても全く良くならなくって、お尻のこの片側、足がこうはまってるところがもう歩くたびに痛いし。それはちなみに何ヶ月ぐらいなの？8ヶ月とか7ヶ月ぐらいかな。もうめちゃめちゃ痛くって歩けないぐらい。まあ結構そういう時期あったって。そう、寝返りも痛いぐらいで、一体これは何なんだろうと思って。どうしたらいいの？結局だからもう動かない。ああ、安静、絶対安静。だからまあ家事とかも休んでゆっくりする。ただそのおかげで1ヶ月で4キロ。1ヶ月で4キロ計2ヶ月で8キロ太っちゃったんですよね。やっぱ動くご飯も美味しくて美味しくて、やっぱり動かんから。そう、今まで米作って5回これ経験してきてますけども、ダントツで太るペースが早いんですよね。そう、やっぱり幼稚園の送り迎えがないじゃん。そうか、そうだ、今までは誰かしらお腹にいる時誰かしらの幼稚園の送り迎えしてたから、自転車乗ってたもん。そうかそうか、それのおかげかそんなにね太るペースも早くはなかったんだけど、もう本当はずっと食べて寝て食べて寝て。確か言われてんだっけ、先生に。いや、あんまりやっぱり戻るから大丈夫ですよねみたいな感じであんまり注意はされない。なるほどね。はい、これちょっといいですか。どうぞ安武さん、素人からどうぞ。この妊婦さんが食べて体重が増えてくってなんか僕からしたら自然なことだと思うんですよ。だからあんまり太りすぎちゃいけないとかもあったりするんですか。まあやっぱり子供のあなたじゃないです。聞いてない。私じゃない。あなたじゃないです。安田には聞いてないです。本当にはいすみません。やっぱり妊娠、高血圧症とか、太りすぎると産道が狭くなっちゃって難産になりやすかったりとか、赤ちゃんにも良くないっていうことですよね。出てきにくくなったりとかするっていうことだから、ね、病院によってはほんと8キロ以上増えちゃいけないとか、病院によって全然ちゃうねんて。そう、厳しいところとかだとシャンプーとかも気をつけてくださいとか、成分がとか食べるものとか場所によってはね。そうなんですね。で今回ちなみに病院は初めての病院なんですよ。そうなんです。今まで4人全員同じ病院だったんですけど、ちょっとこの度そちらの病院が産科がなくなっちゃったからやめちゃった病院がね。だからちょっと新しい病院を探して新しい病院行ってるんですけども、その前の病院と今の病院でどうなの、その変わるところあるの。今まで総合病院っていろんな科がある病院の中の産科に行ってたんですけど、今回初めて個人病院とか産婦人科だけがある病院に初めて一人いたんだけど、いや、こんなに違うのかなって思った。あ、やっぱちゃうね。どうちゃうのどうちゃうの、こういうの聞きたいんちゃう多分。やっぱり、総合病院だから、やっぱすごいマスクしていかなきゃいけないとか、病気が。そうか、そうか、いろんな人たちがね、患者さんがいらっしゃるから。産婦人科の近くにやっぱ内科があったりすると、こう、インフルエンザだったりとかっていう人もいたりするから、お会計の時とかもすごい気を使ったんだけど、まあ、そういう心配が少ない。まあね、確かにね。まあでもどっちもメリットがあるというか、僕からするとね、やっぱり当時がそうだったんだけども、心臓に穴が開いてる状態で生まれましたってなった時に、やっぱり総合病院の方が専門のお医者さんがいたりとかするから、どっちがいい悪いは多分ないよね。自分のしたいお産に合った病院を選ぶのがいいのかなって。なるほどね。前回さ、私すごいじんましんが出るって話したじゃん。してたしてた。それがつわりとともになくなったの。不思議でしょ。なくなったな。毎日のように辛かったん。ほんまにかゆいかゆいって言って。真っ赤になってたよね。辛かったなあれ。でもそのじんましんがなくなったと思ったら、今度はアレルギー性鼻炎がひどくなっちゃって。そう、鼻炎に来たのよ。そう、だからホルモンバランスがね、花粉症みたいなのがやっぱりひどくなって、今でもちょっと3日に1回ぐらい産婦人科で出してもらったアレルギーのお薬を飲んでます。そうなんよね。やっとね、初期の時はすっごい吹き出物ができたの。ああ、肌荒れがね。肌荒れがとにかくひどくて、もう何やっても治らないぐらいできたんだけど、すっごくお肌の調子がいい。そう、ずっと言ってる。これはどうなの、今までと比べて。前半は肌荒れが激しくて、後半は肌が綺麗になるの。記憶がないんだけど、やっぱりちょっと覚えてないんだけど。これ妊婦さんあるあるなの？いや、なんか他に辛いことが多すぎて、肌荒れに関しては記憶がないってことは良かったってことなのかな。でも俺が覚えてるのは、今まで4人の中でその肌荒れ後期でお腹が大きい状態で肌がわーすごい荒れてるっていうイメージ全くないわ。確かに今までは今よりも全然ケアしてなかったから、肌荒れしてなかったのかもしれないね。え、あとまあ年齢も若かったっていうのもあるのかな。そう、すっごい肌調子が良くって、本当にそこはありがたい。良かったですね。そうそう。あと私すっごい口内炎はすごいできる。そう、もう毎日のように口内炎できたって、これやっぱり妊婦さんなの？理由は。あとこの辺にブツブツできたりとかっていうのがやっぱりひどいんだけど、薬が飲めないじゃない？そうね。そう。出た。このジャラハニーを舐めるようにしてるんだけど、これめっちゃええでマジで。マヌカハニーと同じような成分が入ってるってやつなんだけど、マヌカハニーの半額ぐらいで買えるんです。こんな感じです。山崎くん映ってます？なんこれ。山崎くん全然映ってない。ハニーが全然。ああ、もう大丈夫。はい、大丈夫です。これ大丈夫です。これすごいのよ。これ口内炎にも効くの？口内炎にも効くし、喉風邪とか。そうそう、だから僕がね、やっぱこの仕事から結構おしゃべりする仕事やったりするんですけど、これヨネサク君に僕紹介してもらってで飲んでびっくりしたな。即効性がえぐい。もうこれまあスプーン1杯しか1日1回飲めないのね。そう、もうそれ以上は食べちゃダメ。その時点でもう効きそうやん。で鉄のスプーンとかで食べたらあかんねんな。そう、酸化しちゃうからダメだ。ほいで僕喉痛いわ、これ風邪ひく前って分かるじゃないですか、これなんかもう怪しいなっていう時にヨネサクがこれ飲んでごらん言われて、俺一杯分こう舐めたんですよ。で5分後ぐらいには痛みなくなってんねん。魔法やでこれ。なんか案件みたいになったっちゃった。いや違うんですよ、これマジでおすすめなんですよね。ジャラハニーで。ジャラハニーっていうことで。これでも治ったの、その即効性はあんの、その2、3日で治るかもしれない、これ食べたら。はあ、強烈ですねこれ。はい。薬飲めないからね。そうね。妊婦さんって薬飲めない。あと、そう、妊娠線の話この間したと思うんですけど、正中線っていうのができる人もいるんですよ。正中線、何それ？真ん中にピーって線が入るんですけど、それ当時の時はできたの。真ん中にピーって線ができた。そう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 。だけど産んだ後になくなりますよ。なくなんね。ちゃんと消えんねや。正中線。正中線。え、それどの段階で出るの？忘れちゃったけど、全然覚えてない。13年も前ですもの、覚えてない。いやいや、要はさ、その産んだ後なのか前なのか。あ、産む前。産む前のお腹が大きくなってきた段階だから、要は7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月ぐらいに正中線っていうのが出てくる。今回はちなみに。で、そっからできないの。あ、当時ではできたけど、そう。そっからできてない。できない。なるほどね。だから正中線について忘れてたぐらい。ああ、そう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 。なんだろうね、正中線って。わかんないけど、まあそのさっき言った何やったっけ、ここにできるやつ、肉割れみたいな、肉割れみたいな、あれはなんか妊娠線は理由がなんとなく分かると思うんですけど、ここのでまあ急にお腹がこう大きくなるからできちゃうみたいなことなのかな。そうそうそう。でも今回すっごいお腹が大きくなるのが早くって、早かった。でしかも多分今まで以上に大きいの。タンクトップみたいなのが歩くたびにこうずれ上がっちゃって、そんなにお腹が丸出しになっちゃう。歩くたびにお腹丸出しになっちゃう。でお腹が冷えちゃう。今までのサイズ通りにやってたからってことね。そうそうそう、今までならなかったのに。なるほどね。で無印で腹巻きを初めて買ったの。はいはいはい。めちゃめちゃいい腹巻き。これがまたいい。そうそう。すごいんです。全然冷えないし、そう、背中の方も出なくなったから腹巻きおすすめです。ちなみにそんだけお腹が今までよりも大きくなってるわけやんか、現段階で。でも中の赤ちゃんのグラムでいうとあんまり変われへんのよね。これ不思議じゃない？だからヨネサク自体が多分大きなってるってこと。大きくなってる。そう。いやマジでそういうことやろな。本当今までにつかなかったところについてるから本当超怖いよね。怖い。産んだ後取れるのかなっていう。今までとはやっぱり年齢が違いますから、頑張ろう産んだ後。そう、ヨネサク言うてんの。今回はちょっと産んだ後やるわ私みたいな、今まで一切なかったの。でもなんか産んだ後になんかいろいろやるみたい。そう、トレーニングする言うか。そう、美味しいトレーニングする。いいですね。それもなんかもしね、産後のダイエットに効いたよとかもなあね。動画の鬼やなお前。何でも動画に。なんか産んだ後に何キロ落ちたかとかはやりたい。ああ、それはやるじゃん。産後すぐ何キロ落ちるかとかも人によって違うからさ。じゃあそれつけとこうか。でまた産んだ後にそういう動画作ってもいいかもね。回すそこ。え、どういうこと？産後すぐどれぐらい落ちてるか測ったところ、何キロ落ちたみたいな。ああ、いやそんな元気ある？わかんない。いややめときやめとき、そこはゆっくりしときや。こんなんできへんで絶対。こっちも心配になりますよ。4人産んでるから気持ちが余裕あったりするのかな、わかんないけど。すごいな。俺から聞きたかったんが、お腹まあ大きくなってきてね、赤ちゃんが動き出すやんか。でたまにね、ヨネサクが動いたよ動いたよって教えてくれんの。でこうやって手やったりして、すごいすごいとかやったりするんだけど、動き方によってヨネサクがうーってなったりしてるやん。ああうおーみたいなね。ほんまに痛い痛い痛いみたいな。それちょっと今日聞きたいなと思って、どういう赤ちゃんが動き方したら苦しくて、どういうのは別に苦しくないのかとか。臨月に入って、赤ちゃんもサイズがやっぱり大きくなってるから、お尻の位置とかがもう分かるんだよね。そうそう、分かんない。外から。硬いの。そうそう。外から触った感じ、カチカチやったり、そこがお尻やったりする。今、ここがお尻で、ここが頭なんだけど、ここが頭、そうで先生に言われたのはやっぱりちょっとこっち向きだったりするんだって。8ヶ月9ヶ月の時にちょっとこうなってて、やっぱり動きが激しく分かりやすいみたいな、この赤ちゃんの位置的に私がだから余計に痛かったのかもしれない。ああなるほどね。位置的にこうちょっと斜めだった。はい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 。じゃあどういう動きした時がうってなるの？やっぱりこう下に向かってグッて来られると痛い。ちょっと出ようとしてるぐらいの。そうそうそう、痛いし。へえ、なるほどね。そう、あとはやっぱりうわってこれ足か手でグーってきたりとか、お尻でグーってされると痛いよね。これ俺見たことあるの。ほんまにこう波打つというか、すごい神秘的というか、なんかすごいよねあれね。そうで、お尻がここにあるなっていうところをグーって押すと反応するんですよ、赤ちゃん。そうそうそう、めっちゃ可愛いね。押さないでみたいな感じ。そう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 、いなくなるの一瞬。お尻プッて押したらムーンって折れになって、なんかうね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 っつってもう一回戻ってくるみたいな。もう一回お尻でグーって押してきたりとか。そう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 。でも嫁さん的にはそれがちょっと気持ち悪かったりもするってこと？あとはやっぱりちょっとしゃっくりはしゃっくりするんですよ。めっくりするんですか？しゃっくりまみれ。めっちゃしゃっくりするんだよ。ぶっちゃけた話、1日1回は絶対してるよな。してるしてる。しゃっくりもういつも言っても「あ、来たよしゃっくりしゃっくり」っつって、で触ったら「コクコクコク」っつってな。あれなんであんなしゃっくりすんやろね、赤ちゃん。やっぱり横隔膜をちょっと練習してんじゃない？息する練習。なるほどね。牛で言うハラミね。牛で言う必要ありました？言わなくていいと思うけど。ピンとは来なかったです。でもそうですよね。そうですね。そのハラミを鍛えるために赤ちゃんはしゃっくりをするって。生まれてすぐ息しなきゃいけないじゃん、初めて。はいはいはい。それまでは酸素はへその緒からもらってるけどさ。可愛いよな。でこう今2週間に1回とか行ってるんですよね、病院を。で写真撮ってきたりしてくれてるんですけど、今の写真すごいなまた。そう。データでもらえるので。その先生がこうやって見てるままパソコンで見れるんですよ、動画みたいな感じでね。そうそうそう、指くわえたりしてんね。かわいいかわいいな。口パクパクしてくわえたりしてんの。めっちゃかわいいね、ほんまな。あん時たまらんよな、やっぱりな。やっぱり赤ちゃんってあったかいところがいいから、こうピトってくっついてるからあんまり顔がはっきり見えないんだけどね。絶対というか、まあ、大概横顔。こうなってるから。いや、ほんまに。こうなってるよな。可愛らしいですよね。なるほどね。動き方によってやっぱりこうだったりとか、下に来るときは苦しいと。そういうときはもう対処法はないわけ。まあちょっと横になるとか、やっぱあとはこのあばらを押される感覚が、やっぱりあばらがきしむ感じがするんですよね。中からこう広げられる感じっていうか、そういうときは、ちょっと横になってこう伸ばさないとこうしんどい。うわー、もう声かけてもしゃないしな。ちょ、やめてやめてやめて言うてもな。無理無理って言ってもダメだから。ダメだからな。ちなみにコジサックがあばらに足を突っ込む癖があってんな。あばらをグーって押す癖があって。そうそうそう。でその癖が今も続いてるっていうね。寝る時に嫁サックのあばらのとこに足を入れるんですよ。そう、こういう隙間ね。そうそうそう。こういう隙間に入れたりするんですよね。なるほどなるほど。あとはやっぱり。貼りやすかったりとか。ちょっといいかい、その貼る波乱も知りたいよね。どうなったら貼るのか。どうなったら貼る。貼るってどういう感じなのか。カッチカチに子宮がやっぱり収縮するね、ギューって。そうするとこう子宮が硬くなる。そんなに貼るとしんどいの？まあ一種のその陣痛もなんかその子宮収縮と一緒だから、やっぱり陣痛がそれで始まっちゃう人もいるんじゃないかな。なるほどね。針止めを飲んだりとかする人もいるけど、はい、まあ私飲んだりとかしなくてもいいぐらい、結構ふわふわな子宮なんだけど。なるほどね。ただやっぱり張ったりするようにはなる、後期になると。なんねや。ちょっと動いたりとか、たくさん歩いたりすると。ああなるほど、散歩とかしてね。それこそ幼稚園の送り犬迎えした後とかに結構ガッて張ったりするのや。そう、あとはせんちゃんが抱っこしたりするとちょっとやっぱ張っちゃったりするから。最近でもせんちゃん空気読むよね。嫁さっくんとこ読むと俺んとこ来んねん。そうそう、抱っこ抱っこっていう時も俺んとこ来る。やっぱ偉いもんだね、見てるなちゃんとな。偉い。あとやっぱりかんちゃんがね抱っこしてくれるからすごい助かる。そう、もう本当にちっちゃいママでな、かんなが助けてくれてほんまに助かってるよな。そう、ちょっと抱っこって来た時「あごめんかんちゃんお願い」って言ったら「いいよいいよ」って言ってこうやって倒してくれるから。優しいよな。そう、助かってる。さあ、あとはですね、これやっぱり旦那さん、世の旦那さんたちがどうしたらいいのかなみたいな、どうなんかな。やっぱりもう重いものが持てなくなるんだよね。うんうん、荷物ね。買い物とかが。はいはい、だからやっぱり旦那さんが買ってくるっていうのもいいと思うんだけど、やっぱり選びたいからさ、こう食事の材料とかは。だから一緒に買い物に行ってあげるとか。なるほど、そういう買い物の荷物を持ってあげると。なるほどなるほど。でもお米とかはうちすごい消費量だから、人数が多いからね。そうそうそう、うちは楽天でその30キロとか頼んで5キロずつ真空パックにして送ってくれるんですよ。そう、すごい便利なのあれね。新田さんありがとうございます。本当にね、あれは便利。そう、頼めるものはネットで頼んで、生鮮食品とかは旦那さんが一緒に行ってあげて運んであげるっていう。これでもね、ごめんなさい、俺やってるよね。俺ね、これ妊婦の時じゃなくてそれは徹底してると思う。その女子に重いもの持たせたらあかんやろっていうところがあるのよ。結構やってる。矢崎さんは大丈夫ですか？はい、もう完璧ですこれ。ほんまですか？はい、やってますか？やってますよ。荷物も男がね、これもう妊娠とか俺関係なくやと思うんだけどな。男がやっぱり持たなあかんとは思うけどね。あと言葉はどうなの？そのさっきみたいにさ、赤ちゃんの動き方だったりとか針とかでしんどい時ってあるやんか。そういう時は男はどうしたらいいの？何か言葉をかけた方がいいのか、もう黙ってよそ行った方がいいのか、違う部屋行った方がいいのか。よそ行くは絶対ないよ。じゃあやっぱりそばおってええもんな。うん、そうそうそう。あとはやっぱり妊婦さんってすごい、まあ不安定、精神不安定になりやすかったりするんだけど、多分旦那さんって奥さんが妊娠してると一番多分安心できるんじゃない？そのお腹に自分の子供をね、守ってくれてるから、そうすごく安心すると思うんだけど、奥さんの方は多分すごく不安だと思う。自分の体型が多分すごく変わるし、旦那さんがどっか行っちゃうんじゃないかとか、女の子と遊んじゃうんじゃないかとか、多分一番どんどん不安が募っちゃうと、もうやっぱり。初めての妊娠とかだと特にこう、パパとママに急になるから、やっぱすごく不安が大きいと思うから、そこはもう今まで以上に気をつけて、徹底して言葉にしてあげてほしいかな。言葉もそうやし、好きだよもそうだし、チューをね、例えば1日1回してたら2回するとか。ちゃうの？ちゃうか？なんか安心させてあげてほしいね。チューやろ？チューちゃうの？人それぞれじゃないですか、それも。スキンシップを多めに取る。俺はええと思うねんけど。まあスキンシップ、どうやら違うみたいですね。いやいや、言葉ももちろんあってんのやね。チューばっかりするチューバカじゃなくてよ。チューバカではなくって、その好きだよとか大丈夫とか、そばにいるからねって言った後のチューよ。俺大丈夫と思うけどな。またちょっとその安心させてあげる。まあやっぱ言葉？そうやっぱり。と一緒にいる時間かな。そうやっぱり初めての妊娠だと、その最後の2人の時間。だから、それをすごく大事にしてあげてほしいかな。なるほどな。生まれたらもう多分想像してる以上に外に出れなくなるんで。なるほどね。そう。俺でもそれで言うたら先輩付き合いとかあんまりしてこなかったタイプやから安心してたんじゃない？すぐ家帰ってきて。そう。なんやったら嫁さっくに後輩さんと遊んできなよって言われたから。あまりにも帰ってくるから。そうだね。そうそうそう。俺はそういうタイプやったけど。でもまあやっぱりあとはその送り迎えをしてあげるとか。ああ。なるほどね。はい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 。そういう場にね。私はなんかそれで自分の不安な気持ちを解消してたかな。送り迎えしたらどこにいるかわかるから。そう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 。いつもしてくれたりしてたね。そうそうそう。それでも俺も心配かけないようにお願いしてたりするのよ。こういうところで今日はご飯食べるんだよっていうのも。まあアピールじゃないけど、そういうので送り迎えしてもらったりしてたね。でもそういうのも大事だったりするね。そうやっぱりちょっとね、たまにあるやんこんな話、そのあれやけどさ、妊娠時期に浮気してっていうニュースがあんだもん、考えられへん、考えられない、知らない宮崎議員聞いてるわ宮崎さん同い年やねん、そうやで宮崎さんと俺たまに一緒に仕事、解決エミチャンネルとかで一緒に宮崎さんなやっちゃったね、本当にね、ああいうのもありえない、ありえない、本当にありえない、一番ダメ、気をつけよう、気をつけようっていうか一生傷に残るから、それはまあそうだな、俺はもう愛おしくて仕方ないけどね、そのみっこが嫁さっこがこう体も変わってきたけども、やっぱりほんのり顔とかもちょっとね優しくなったりとか、男の子女の子にしてまた顔つきで変わったりするんだけど、なんか俺はそれでうわこんな感じやってきたかって俺は可愛らしく思うけどね、でも世の男性で多いとは思うねんな、そうやってちょっと遊んじゃったとか、でもなるべくね皆さん旦那さん気を使って安心させてあげてください、本当にお願いします、本当に一番大事にしてあげてほしいです。 OK 安武、はい分かった、分かりました、すぐ飲みに行くやろお前は、安武すぐ行くからお前は、行きますけどそういう時はもう行かないって、ここで勉強しましたから、せやで、ほんとお願いします。あとはやっぱりね、巣をこう守りたくなる本能がすごい出るみたいで、今すっごい模様替えしたい、すっごいなんか気になっちゃうの、家の中あそここうしたいなとか、こうそうそれを旦那さんが手伝うってのもありじゃない、そう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 、だからすごいそういうなんか急に気分が変わってこういうのしたいって夜中に多分急に言い出したりとか思い立ったりすると思うんだけど、付き合ってあげてほしい。なるほどなるほど、そこは旦那さんがどんなに深夜でもむちゃくちゃなこと言い出しても、なるほど、なるべくそのまあわがままというか願いというかはちょっとなるべく旦那様はね、まあお仕事もあるでしょうけども、できる限り協力したらまあいい空気感の中で赤ちゃんが生まれるんじゃないかなっていうことですね、と思います。はい。最後にですね、ちょっと皆さんにこれ初めて言うんですけども、今までまあ生まれてきてくれた4人の子供たちいるじゃないですか、は全員自然分娩で産んできたんですけども、実はですね今回初めて無痛分娩、これに挑戦します。挑戦しますでいいのかな。まあでもいろんな考え方があるので、まあプラスの意見もあるし、マイナスの意見もあるので、ちょっとすごい私も悩んだんです。結構話し合いました。どうしようかって言って話し合っててね。でまあ今回まあ5人目ということで、おそらくどうなんでしょう、最後になるのかなとか思ったりとか、まあ嫁さっくの年齢的にもだったりとか、まあできるだけ僕からの意見としては楽な方がいいんじゃないかって僕は言わせてもらって、で嫁さっく的にも考えて、そうで、あとやっぱり当時の卒業式にもうちゃんと自分が出たいっていうのもあって、あ近いからね、そうそうそう、ちょっとそこは計画無痛にするか、そう自然無痛にするかもまあギリギリまで悩みながら、そう今もまだ決めきれてないというか、そこら辺はまだちょっと微妙に分かんないところなんですけども、こうやって無痛分娩か自然分娩で悩んでる方もたくさんいらっしゃると思うから、嫁さっくがそのしてみた感じ感想だったりとかを語る動画もありかもね、両方体験してみるのもいいかなって私もちょっと思った。そうね、はい、というわけでね、もう言うてる間にでもこの赤ちゃんが生まれてきますから、もちろん性別は我々はもう大体分かってます、けど安武とかにも誰にもまだ伝えてません。分かってるんですか？もう大体分かってます。もちろん視聴者の皆さんにも良きようにどこかのタイミングでお伝えしますんで、そこはお楽しみにというかね。じゃあ嫁さっくちょっと頑張ってね、なるべく僕も手伝うようにしますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。